ではチェックアウトしていきましょう。いや完全にハワイでね仕事を全然しなかったんで、その次は今来ておりますね。はい、クアラルンプールの観光は難しいかもしれないクアラルンプール来んなって感じですよね。まあ、今回の、ね、目標はヒルトンのダイヤモンド修行なんで、次のホテルで終わりです。はい、ダイヤモンド防衛という感じですね。でもねこのクアラルンプールは本当にホテル代がねめちゃくちゃお得なんでいいですね。ということで今エレベーターを待っておりますけども、チェックアウトしていきたいと思います。それではチェックアウトして今ねグラブを呼びました。あ、外はまあまあ暑いですね。まあ多分ここに来てくれると思いますんで、ここら辺で待ちたいと思います。はい、辺りはこんな感じになってます。今日はね天気が悪いんですよ、非常に。今もね軽く雨が降ってますね。もうおそらくねもうすぐ来てくれると思うんですよ。かなり近い場所にいらっしゃるみたいですね。いやー蒸し暑い。ということでここら辺で待ちたいと思います。ということで乗りました。今日はねこんな感じで雨が降ったりやんだりを繰り返してる感じですね。でもね雨が降ってるからまた蒸し暑いみたいな、そんな感じになっております。多分30分ぐらいね走ると思いますんで、まあ、ゆっくりねしていきたいと思います。Thank you. Check in, please. それでは到着しました。今回ねヒルトンホテル、予約しました。で、2つあってね、ちょっとまた後で話しますね。2つあって片方はヒルトンクアラルンプールなんですけど、もう1つはねヒルトンクアラルンプールなんとかみたいな感じなんですよね。はい、ということで後でちょっとね話させていただきたいと思います。ではねチェックインしていきたいと思います。ということでチェックインさせていただきました。ありがたいですね。はい、ということで客室行きたいと思います。ということで、部屋入っていきましょう。今回1956という客室です。よいしょ。ということで客室に入ってまいりました。どうでしょうか。おー、いいですね。広い、そして高級感結構ありますね。では見ていきましょうか。でまずこちらにお水が、あ、4本ある、いいですね。いやマレーシアはね水道水が飲めないのでありがたいです。いつもね2本しかもらえなくて、ラウンジにもねやはりお水ないんですよね。コーラとかあるんですけどね。はい、でケトルとコーヒーマシン、あ、コーヒーマシンじゃない、コーヒー一覧ですね。で下に冷蔵庫かな、はい、特に何も入ってない冷蔵庫があります。でこちらがクローゼット、はい、アイロン台、アイロン、あ、バスローブがありますね。下にスリッパとかもあります。一応こっち側にもクローゼットがあって、あ、こっちにね金庫がありますね。はい、それ以外は空ですね。はい、ではこっち側です。こちらに荷物を置くところがあって、こちらに50インチぐらいのテレビですねあります。でこちらにビジネスデスク、仕事がしやすそうですね。はい、でこちらに AC が2つありますね。日本のコンセントもそのままさせます。でこちらホットウォーターは気をつけてくださいみたいなことが書いてあるのかな。はい、こうガラスになってるんでね。はい、でブレックファーストのメニューと、ホテルのメニュー、ホテルの案内ですかね、書いてあります。で、電気があって、はい、こんな感じになってます。一人掛けのソファーが1個あって、今回19階ということで結構眺めはいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じになっております。ではベッド周り見ていきましょう。こちらにも AC が1つとUSB はなさそうですね。はい、電話とメモ帳とテレビのリモコンがあります。タバコは吸わないでくださいっていう案内もありますね。でこちらがベッドです。こちらがベッドです。いやかなり大きいですね。はい、
ありがたいですね、はい、でこちらが AC が1個ありますね。こちらは日本のコンセントはいけなそうなやつですね。はい、こんな感じになっております。でエアコンは一緒ですね。ちょっとひどい色になってますけども、まあ、この右上がねセット温度になって、まあ、それに合わせて部屋の温度が変わっていく感じですね。はい、ではバスルーム行きましょう。はい、バスルームはこんな感じです。おー、いいですね。よいしょ。はい、洗面台はこんな感じになっております。アメニティはヒルトンなのでヒルトンのがセットされておりますね。シャンプー、リンスはシャワーの方にありますね。はい、でこちらにグラスと石鹸とタオルで、はい、バスタブがあります。いや、ありがたいですね。はい、2日間、今回滞在したところはこう3カ所目でやっとですね、はい、バスタブがあるホテルになりました。ありがたいです。下にねバスタオル、ドライヤー等々があって、はい、シャワーブースがね、よいしょ、独立してるんです。これはありがたいですね。はい、こちらが可動式と固定式のシャワーですね。でアメニティがこちらに置かれているという感じになります。いやー、いいですね。はい、であとお手洗いがその隣にあります。かなり広いですね、バスルームが。でこちらねカーテンになってて、カーテン開けることもできそうですね。はい、こんな感じになっております。はい、ということで今回ですね、ヒルトン、ペタリングジャヤっていう読むのかな、はい、ヒルトンホテルね、クアラルンプールには2つあって、冒頭にもね言ったと思うんですけども、ヒルトンクアラルンプールとヒルトンペリングジャヤ、まあ、この2つがねあるということで、まあ、今回ねこのペリングジャヤっていう方に宿泊させていただいております。まあ、なぜこっちを選んだかというと、ポイントが安いからです。はい、ということでここのホテルね1万6000ポイントです。ヒルトンホテルポイントで、ね、めちゃくちゃ安いですよね。はい、マリオットポイントじゃなくてヒルトンポイントの1万6000ポイントですからね。いやー、すごいですね。はい、で今回ねダイヤモンドステータスのパワーで、こちらねエグゼクティブルームプラスっていう客室にアップグレードねいただいております。でこのホテルは、まず特典としてはちゃんとねこのダイヤモンドメンバー用のやつに入れていただいて、でこちらがルームキーですね。はい、でこれは何だろう、ちょっとわかんないな。ヒルトンのアプリの、なんかこういう紙が入ってますね。アプリダウンロードしてねみたいな感じですかね。ちょっとわかんない。あとこちらは QR コードをスキャンしてください。スキャンすると何になるの？あなたのチームメンバーをたたえましょう。ああ、これはレビューを書くやつですかね。もしかしたら。そうかもしれない。はい。であとですね、ヒルトンオーナーズのこのあれですね、Wi-Fi のプロモーションコード、一応コードを隠しておりますけれども、こういった紙でいただけます。はい、っていう感じです。でそれ以外にもですね、こんな感じでね一枚切りの特典のね用紙がいただけまして、まあ、このホテルにはですねクラブラウンジがあります。ですのでラウンジの案内とかですね、またね朝食も無料で利用することができますので、まあ、こちらもね、この案内にね全て書いてあるっていった形になります。まあ、こういった感じでね一覧でいただけるのは本当にありがたいですね。どのホテルも英語でも構わないんでね、はい、いただけると分かりやすくていいですよね。はい、まあ、これも全部英語で書いてありますけども、まあ、Google 翻訳とかでね写メ取れば全部見ることできますんでね、はい、っていう感じになります。で珍しくですねチェックインの際に明日のレイトチェックアウトね聞かれました。で現時点ではちょっと分かんないんですけども、この動画撮ってるのは9月の中旬で、今ねちょうど東京じゃなくて九州ぐらいにね明日台風来るんですよ。明日から明後日にかけて で僕は飛行機に乗るのが明後日なんですけど、もしかしたらねその飛行機飛ばないかもしれないですよね。台風がかなり関東に接近してる。で私ね成田に帰りますんで、もしかしたらね、はい、飛ばないかもしれないっていうことで、ちょっとね現時点では何とも言えないんですけども、本当はね明日チェックアウトして、明後日の飛行機の早朝だったんで、明日チェックアウトして早めに空港行って、まあ、ラウンジでいてで搭乗を迎えるみたいな、そんなスケジュールで行こうかと思ってたんですけども、もしかしたら飛行機飛ばないかもしれないってなると、まあ、ちょっと早めに行って
行き過ぎてもね、ずっと空港で待つ感じになって、まあ、ラウンジもね、どのぐらいの時間ね入れさせていさせてくれるかちょっと分かんないんで今考え中ですですんで、まあ、何時にチェックアウトするか分かんないですし、もしかしたらもう一泊ねどっか今まだ抑えてないんですけども宿泊するかもしれないんですけども、まあ、ヒルトンホテルでねあらかじめレートチェックアウトを聞かれるってかなり珍しいんですよね。しかも特に海外でね、今回初めてじゃないですかね。で一応ね4時までってお願いさせていただきました。そしたらね2時か4時かどっちでもいいですよみたいな感じだったんで、まあ、一応ね大事をとって4時までねレートチェックアウトを入れさせていただきましたっていう感じですね。いや本当にレートチェックアウトに関してはねなかなかヒルトンの場合はね良くて1時っていうのは結構多かったんでかなりありがたいですね。はい、そんな感じになります。ですので、まあ、このホテルはね今回アーリーチェックインもねさせていただいておりますし、レイトチェックアウトも利用できてラウンジもあって朝食も使えるということで、またねこのホテルかなり高級感がねありますのでいいですね。はい、ちょっと場所的にはね私はちょっとクアラルンプールがあんまりよくわかんないんで、いい場所なのかあんまり良くない場所なのかちょっとよくわかんないんですけども、まあ、特典としてはですねかなりねいいですね。ということでもうねラウンジがやってるそうなんで、21階にあるそうなんでね、ちょっと行きたいと思います。では行きましょう。こちらホテルの廊下です。結構高級感があっていいですよね。では。21階。それではラウンジに来ました。こんな感じになっております。いやいいですね、めっちゃ高級感があります。でかなり広いですね。そして使ってる人もほとんどいないですね。奥に1名の方がいるぐらいですかね。で今ねここら辺は全部空ですね。はい、でこちらの下にね飲み物があって、でこちらにコーヒーマシンですね。あと紅茶とかもあります。であとスナックがありまして、下にね炭酸水とか入ってます。そんなもんですかね。はい、こっちにもねスペースがあって奥につながってる感じですね。はい、こんな感じです。ではコーヒーでもいただきましょうか。ということでいただきます。おいしい、おいしいですね。ということでちょっとお腹が空いたんでどっか食べに行きましょうかね。いやね雨なんですよね。もう本当にもう観光はちょっとね厳しそうなんで、まあちょっと軽くご飯考えたいと思います。探しましょう。それはですねちょっとお腹が空いたのでウーバーイーツを頼んでみました。まあグラブイーツですね。はい、グラブのアプリで食べ物も注文できるし、タクシーとかもね呼べるんですけども、はい、ということでヌードルを注文してみました。食べれるテイストかどうかちょっと全然わかんないんですけども、ちょっと注文してみました。ヌードルです。これがスープですね。あ、めっちゃ熱々くるいいですね。チンゲン菜とか入ってるスープと、こちらは麺ですね。はい、こんな感じになってます。はい、ということでいただきましょう。はい、箸が入ってないですね。持ってます。ではいただきましょう。どんなテイストなんだろうな、ちょ全然わかんないんですけど、まあちょっと美味しそうだなと思って注文してみました。はい、ということでいただきます。あ、うまいうまいですね。あ、美味しいですね。まあ普通の豚カラースープみたいな感じだよな。ということで時刻はね、18時過ぎましたので、ラウンジの方にねカクテルタイム見に行きたいなと思います。これは何でしょうね。揚げ物です。はい、あとこちらとこちらですね。
あとこちら、あとこれはスープですね。あとこちらですね。あとこちらにフルーツとサンドイッチがあります。あと野菜スティックとかありますね。あとこれは何だろう、あ、クレームブリュレですね。これは何だろう、ちょっとわかんない。あとケーキで、フレッシュジュースもあります。ということでカクテルタイムやってまいりました。アルコールはね、注文みたいですね、多分無料だと思うんですけども、注文してもらうみたいな、そんな感じになってみたいですね。ですので、フリーでね取れるようにはなってないという感じですね。ということで、こちらね、ベジタブルの揚げ物とチキンいただきました、はい。あとこのロールね、ということでこれいただきます。お箸があるんですね。このベジタブルなんていただきます。普通にこれポテトだと思いますね、あ、一応ビールもらいましょうか、せっかくなんで、はい、ということでビール注文しましょう。やはりアルコールはね、注文みたいですね。で、こちらチキンみたいですね。チキンの揚げ物、チキンナゲットみたいな感じなのかな、違うかな。中はね、こんな感じのであります。なんて表現していいかわかんないな。まあでもちょっとアジアテイストになった唐揚げみたいな感じですかね、美味しいです、このロールはね、どこにも回るようなとか言っちゃいけないかもしれないですけど、これ普通のチキンロールみたいな。いただきます。美味しいですね、はい。ということでビールいただきました。まあこんなところでしょうかね。一応ね、ワインとウイスキーとビール、まあ、これもねあるみたいなので、まあ、フリーでね利用することができないので、やはりこのマレーシアっていう国のねあれなのかなっていうところですよね。結構お酒に厳しいっていうのは、ね、聞いたことがあるんで、ラウンジなんかもなんか注文で、ね、提供するみたいな、そんな感じが結構統一されてた気がするんで、クアラルンプールの空港も、ね、そんな感じじゃないかなと思うんですけど、まあ、しばらくねちょっとお酒飲んでね客室に戻りたいと思います。どうでしょうか、声聞こえてますかね。声聞こえてなかったら中止です聞こえてます、ありがとうございます。ということで時刻はね11時になりました。今日ねゲリラライブをね、させていただいて今ね終わったところでございます。ということで今日のところはねこんな感じで休みたいなと思います。ということでおやすみなさい。おはようございます。時刻は朝の7時17分になりました。それはね朝食の行きたいと思います。多分朝食はねレストランでやってるんだと思うんですけど、あ、レストランじゃない、クラブラウンジで提供されてると思うんですけど、一応紙にはね場所がねなんかいまいち書いてなくて、エグゼクティブクラブラウンジの欄に、まあ、ブルックファーストみたいな感じで書いてあるんで、多分そうだと思います。今ねクアラルンプールは朝なんで、まだ夜明け、今ちょうど夜明け明けたぐらいですかね。ちょっと明るくなってきて、まあ日本と同じぐらいですね、本当に時差もそうですけど1時間しか変わんないんでね、6時半ぐらいから7時半の間に明るくなる感じです。ということでクラブラウンジ行ってみましょう。それではラウンジ入ってきました。やはり朝食はラウンジで提供されております。オレンジ、リン、青リンゴ、リンゴ、バナナですね。あ、すごい充実してますね。やはりお豆とトマトとフライドポテト、キッシュとかありますね。ソーセージ、あとこれはヌードルかな、チキン、ヌードルじゃないの、青いお米です。これは何だろう、何に入れるんだろう、ちょっとわからない。うわ、すごい、朝から
めちゃめちゃがっつりお肉とかもある。あ、美味しそうですね。これは何だろう。あ、ビーフみたいなのもありますね。あ、すごいですね。美味しそう。で、これは？あ、ちまきみたいな。で、これが調味料で、これは何だろう。あ、これはお粥ですね。はい。で、こちら側にフルーツ、生野菜、あとサーモン、ハム、オリーブ、あ、ヨーグルトもあります。で、ナッツ類とサンド類。あとこちらにミルクとかオレンジジュースとかもあります。こっちにこういった調理パンもあるんだ。美味しそうですね。こんなもんでしょうかね。はい、ではいただきましょう。すごい充実しますね。ということでいただいてまいりました。やはりね、クラブラウンジとはいえお水がないんですね、うん、結構辛いですね。飲むならオレンジジュースかコーラかスプライト、まあジュースかっていうところですね、うん、あとお水がないんでスプライト。朝からでね、席に着くとこんな感じでね、オムレツとかパンケーキとかね、フレンチトーストとかね、そういったものが別でね頼めるみたいなんで、もしね注文されたい方はこれから注文してください。一応ね聞きに来てくれるんで、私はスクランブルエッグにしましたけど、まあ、あのオムレツとかもやってくれるんで、ぜひ、まあ多分、あ、でもあれかもしれないですね、店員さんが今すごい手が空いてそうなんで聞いてきてくれましたけど、もしかしたら店員さんが手いっぱいだったら聞いてこないかもしれないんでね、一応覚えておいてください。で、あといろいろ一口ずつ持ってきました。で、あといつも通りの大量の生サラダ、これはちょっともう一回食べたいと思います。あとね、じゃじゃん、ヤクルト終わりました。日本の多分ヤクルトですね、これは文字がそうなんで。で、あとストロベリーヨーグルト、プレーンのヨーグルトはなかったですね。あとね、こういったジャムとかも置いてありますね。ということでいただきましょう。はい、お箸があったんでお箸でいただいちゃいます。トマト、焼きトマト、これは焼きトマトとインゲンの炒め物みたいな、美味しいですね。あとソーセージ、あ、そういうやつなんだ。センキュー。いやね、パン取らなくてよかったっすわ。スクランブルエッグを頼むと、スクランブルエッグ単体じゃなくて、見てください、パンとかね、ポテトとかついてくるんですね。いや、これは気をつけないと危ないですね。よかった、まだね、あの主食をほとんど取ってないんで良かったですけど、これ主食取ったら食べきれないパターンまでありますね。はい、今ね持ってきていただいてちょっとびっくりしました、うん、朝からお肉がね結構出てるんです。これラム肉、うん、まあ臭くないかというとゼロじゃないですけど、そんな強くないんで全然食べれますね。美味しいです。あと焼きビーフ、これもテイストは本当に食べやすくなってるんで美味しいです、うん、これ何味かな、多分普通に塩コショウとちょっと醤油が入ってるぐらいかな、うん、あとはスクランブルエッグ、ケチャップとか向こうから取ってきた方がいいかもしれないですね、欲しい方。これあったかくて迷うですね。そんなところでしょうかね。あとは生野菜なんで、うん、あとヤクルトいただきますか、ね、こっちでも普通にあるんですね。あ、美味しい。普通のヤクルトとちょっと薄い気がするけど、そうでもないの。はい、美味しいです。はい、こんなところですかね、はい、あとゆっくりいただきたいと思います。いや、非常に充実してて美味しいですね、うん、メニュー的には昨日のダブルツリーの方がメニューは多かったですかね。まあでも個人的には全然いいと思います、はい、ということで、あとはゆっくりいただいて客室戻りたいと思います。まあ、先ほども階段でもお見せしましたけど、朝のクアラルンプールはこんな感じです。これがどこら辺の場所なのか私には全然分かりません。多分ちょっと中心地から離れてんじゃないのかな。そうでもないんですかね。では、あとはゆっくり食事いただいて客室一旦戻ります。ということで、プールね見に行きたいと思います。ちょっとね観光行こうかなと思ってたんですけども、ちょっとね天気がね
もう本当にあれなんですよ、降ったりやんだりで、降るとめちゃくちゃ強いみたいな、そんな感じで、ちょっとね、予定を変えざるを得なかった感じですね。はい、ということでちょっとプール見に行きましょう。まあ、このホテルね、ラウンジもあるしプールもあるしということで、めちゃめちゃいいですね。多分今も雨降ってるんじゃないですかね。あ、降ってるな。はい、ということなんで、まあ軽く見るぐらいで行きたいと思います。プールサイドでもタバコは吸えるんですね、すごいな。やはり雨が強いこともあってほとんど利用している方はいらっしゃらないですね。青くに一組いらっしゃいますけども、はい、こんな感じになっております。いや、今日はね、やはり雨が結構降ってますので涼しいんですよね。多分25度もないぐらいだと思います。水は多分冷たいと思いますけどね、気合っていう感じでしょうかね。はい、一応下降りましょうか。あ、今雨止んでるんだ。さっきまでね、一気にズワーって雨降ってきて、いやちょっと観光無理だなと思って今諦めてたところなんですけど、はい、こんな感じです。いや、いいですね。家族連れとかできたらめちゃめちゃ良さそうですね。で、奥にシャワーがあって、こっちにね、あの寝そべって利用できて、まあ、こっちの方ではね、はい、座っていられるという感じですね。いや、設備としてはかなりいいですね。プールも結構大きいです。まあ今日は涼しいんでね、入ってる人は一組しかいらっしゃらないですけども、奥にタオルね、借りれるところがありますね。よいしょ。あ、やっぱり水は冷たいですね。はい、いや、よく入ってるなかなり冷たいです。まあこんな感じになっておりますということで、クラブラウンジに乗ってちょっとコーヒー飲んでから客室戻りたいと思います。ちょっと情報収集等々ねして、もうこれからはね、もうこんなに天気が変わるんだったらちょっと観光に行けないんで、はい、仕事の続きねしていきたいと思います。ということで、時刻はね14時20分になりました。本日ね16時までレディットチェックアウトね、あの利用させていただけるっていう話だったんですけども、ちょっとねこの動画を出てる時にはかなりね前の話になってしまうと思うんですけども、今ね日本列島に台風が近づいておりまして、まあ、その関係でねちょっとフライトがあの遅延とかね欠航とかね、まあ結構まで行かなくてもちょっと遅延とかありそうなんで、ちょっとね予定を変えまして、今日チェックアウトしてまたね別のホテル移動して、まあ、夜中チェックアウトして搭乗を迎えたいなっていうふうに思いますので、ひとまずですね、今日のところはここね、もうチェックアウトパッキングしてねチェックアウトしていきたいななんていうふうに思いますので、今回ですねヒルトンホテルの、ベタリングジャヤだったと思うんですけども、このホテルね一泊宿泊させていただきました。今回ね1万6000ポイントということで、かなりねお得に利用することができたのではないのかなと思います。またねダイヤモンドステータスであれば、まあ、今回私はアーリーチェックイン利用して、アーリーチェック、レイトチェックアウトも利用して、クラブラウンジ朝食っていった形で本当にねモリモリで利用することができましたので、いやこのクアラルンプールね、もともとポイント数もねあのお得なホテルが多いんですけども、ヒルトンダイヤモンドステータスの特典もかなりね有効に使うことができますので、ぜひねあのヒルトンダイヤモンド修行等々ねしている方はちょっとクアラルンプールね来てみるのもいいのではないのかなと思いました。ということで今回ですね、ハワイからヒルトンダイヤモンド修行ね開始させていただいたわけなんですけども、まあ開始させていただいたのはね、もうずっと今年いろんなホテルね世界泊まってきましたけども、あと7滞在ぐらいで、ハワイからねあのダイヤモンド修行を開始させていただいて、今ねちょうどこんな感じで、あとね1滞在でダイヤモンド防衛っていう感じなんですよね。ちょっと見づらいんでこれに出しておきますけども、まあこういった形で今日ねこのホテルの滞在が反映されれば、まあ、今年が22年なんで2024年かなの3月までね、ヒルトンダイヤモンドはね防衛できたっていった形になりますので、皆さんねお付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひね、まあいろんなホテル今年ね泊まりましたけども、もしね、まあ、このホテル良かったみたいなのがありましたらね、ぜひコメントいただければなと思います。私がね結構印象に残ってるホテルはどこだろうな、ヒルトンのミュンヘンのエアポートホテル、あそこもすごい良かったですね。はい、本当になんかヒルトンホテルじゃないようなおしゃれなね感じで非常に良かったですね。それ以外はどっかあるかな。あ、でもハワイのワイキキビーチ、ハワイアンビレッジの方、最後に泊まったところですね。あそこは本当にねびっくりしました。ちょっと規模の大きさにね圧倒された部分もありますんで、あそこはめちゃくちゃ良かったですね。はい、あと、ヒルトンパリ
パークレーン、ロンドンですね。あちらもすごい良かったので、まあ、ヒルトンホテルね、本当にいいですね。まあちょっとね、ニューヨークで、ヒルトンミッドタウンね、あそこもめちゃくちゃ良かったんですよね。あのホテルクレジットももらえて、まあ、朝食も利用できてみたいな感じで非常に良かったんですけども、ちょっとねあそこは今現時点でもうねラウンジが再開されてるみたいで、あの朝食もねレストランじゃなくてラウンジに変わってるみたいなんで、またちょっとテイスト変わってるみたいなんですよね。はい。でカクテルタイムはもともとあるけど、お酒は有料っていう話でしたので、まあそこもねまた泊まりに行きたいなっていうふうに思ってるんですけども、まあでもそんなもんですかね。あとあれですね、忘れちゃいけないのはヒルトンモルジブですね。あそこはねもうあれ、あそこはもう別次元ですね。一泊15万のホテルに、当時9万ポイントと無料宿泊特典で宿泊させていただいたんですけど、クレジットカードの。あそこは本当に良かったですね。あそこは本当にまた行きたいですね。ちょっとあの滞在費にお金がかかってしまう部分があるんで、まあ数年に1回とかなると思うんですけども、あそこはちょっとねまた行きたいなっていうふうに思いますかね。はい。まあそんな感じで今回ねヒルトンダイヤモンドシーをね、やらせていただきました。いや本当にね楽しかったです。ということで今回の動画はねこんな感じで終わらせていただいて、パッキングしてねホテルチェックアウトしていきたいなと思います。この次回の動画は、フライトレビューになるかななんていうふうに思いますので、まあ、そちらもね楽しみにしておいていただければ思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long and